準優勝戦一つ目第9競争が間もなくピックアウト。雨は降り続いていますが風はほとんどない状態となっています。レースコース3連単は143.8.5、134は 8.7 倍です。各選手がバックストレッチ側ゆっくりと入っていきました。スタート展示では2コース3号艇伊藤、そして3コースが2号艇牧原という並びでしたが、現在は枠なりの体勢です。外枠勢も番号順、スタート展示6コースでした4号艇小坂もセンターの4コースに現在構えています。準優勝戦1つ目第9競争スタートまで1分を切りました。対戦メンバーは1号艇が吉村正明、2号艇は牧原隆、3号艇は伊藤誠司、4号艇は小坂直也、5号艇へ武田達也、6号艇へ関弘也、以上6人の対戦です。人気の中心です。1号艇の吉村、ホームストレッチ側にボートを移してきます。ゆっくりとインコースに構えていく1号艇吉村、そして序盤戦3連勝軽快な走りを見せた2号艇の牧原が2コース、さらには3号艇伊藤誠司はレースでは3コース、そして角1は4号艇小坂、こちらはスタート展示6コースでしたがレースでは4コースの角、5号艇武田5コース、そしてアウトコースが桐生フレッシュルーキーの関、遠征メンバー5人の選手、左手に見る形でスタートしていきます。大外6コース、1番、2番、3番、4番、5番、6番で枠なりでのスタート、準優勝戦9レース、スタートが切られました。まずは内1号艇吉村コーススタートになりました。1周1マークインコースから1号艇吉村が逃げる体勢です。センター3コース3号艇伊藤誠司つけばい、2号艇の牧原が差し、中5号艇武田バックストレッチへ出ました。吉村逃げを決めています。リードは3艇身から4艇身、2番手争いで2号艇牧原外へ出して内へ切り返した5号艇武田との2番手争いです。スタートは正常でした。1周2マーク1号艇の吉村がトップでクリアして5号艇武田2番手か山口ワンツーかホームストレッチへ向いてきた。2番手は5号艇武田が出ました。1番5番の順レースは2周目、先頭2番手は3艇審査、2、3番手も3艇審査、3番手が2号艇牧原です。外から続いていまして2周1マークの攻防、まず1号艇吉村が回る、5号艇武田2番手をキープする、うち2号艇の牧原の差し、いや外へ出たバックストレッチは1号に2番手3番手差が広がりました。5号艇武田2番手をキープしています。後ろが2号艇の牧原ですが2、3番手水が空いていきました。あとは内4号艇小坂、外は3号艇伊藤、ラストは6号艇関、ラインタンマーク1号艇吉村トップ旋回、5号艇武田2番手でクリアして直線に入った。1番5番山口ワンツー体制だ。ラスト1周に向かう1号艇吉村が先頭で最終周回です。2番手は5号艇の武田、3番手が2号艇の牧原です。後ろは内3号艇伊藤、外は4号艇の小坂、ラストは6号艇関、第1ターンマークを回ります。1番5番1号艇吉村、5号艇武田、後ろが2号艇の牧原です。2、3番手は大きな差になりまして、どうやら2人の選手抜け出して吉村がファイナル1番乗りか、そして5号艇武田は2番手で続いて1、5の組み合わせは 12.1、 3連単1号には 54.9 倍を示しています。最終コーナー1号艇吉村、5号艇武田とクリアした。3番手が2号艇の牧原、1番5番2番です。1号艇吉村1着、5号艇武田が2着、3着2号艇牧原ゴールイン、4号艇小坂、3号艇伊藤、ラストは6号艇関の順、準優勝戦第9レースでした。